地の工場ですね。桔梗屋かの工場に向かいます。前回のなんだっけ、紅葉台キャンプ場の後ですね、その後うどん屋に行こうと思ったんですが、うどん屋がやってなくて、どうしようと思って、もうちょい山梨堪能したいなと思いまして、甲府の方に向かいます。でその途中で一回だけ行けたことあるんですけど、ほうとう、有名な天下茶屋というところにね、今から先に向かってから甲府に向かいます。開いてるかな、怖いな。はい、本日天下茶屋商い中ということで、これね結構な山道だったんですよね。だいぶすごいな、ナビ見ると。で台風の影響で木とかほら倒れてるもんね。だから不安だったんですけど、看板が商い中ということで楽しみですね。曲がりくねった道の先に待っている、いくつもの美味しい音。着きました。先客がいらっしゃいますね。ほんときついわ、ここ来るの。もう15分ぐらい、時速30キロぐらいでしか行けないような曲がりくねった道ですね。ずーっと走ってやっと着きました。では中入りまーす。いい雰囲気ですね。ごちそうさまでした。天下茶屋の方を撮りたいんですけどね、あ、ちょうどいなくなったな。バスが来て、観光地太宰治記念館もあるみたいで、なんだろうね、結構人がバスで来るみたいですね。美味しかった、全部美味しかった、本当に美味しかったわ。びっくりしました、美味しくて。うん、また来ますね。ただまた山道帰んなきゃいけないんできついな。では今から信玄餅工場テーマパークかな、そちらに向かいます。甲府ですね、行ってきまーす。このトンネル怖っ、なんか吸い込まれる感じするね。やっと抜けた山道、そして今甲府に向かっております。この道好きなんですよね、いろいろ直売所がねたくさんあるんですよ。ただ周り結構スピード出すんでね、それはね嫌いです。ハッピードリンクショップあったわ。着きまして、駐車場に車止めたんですけど、ものすごく混んでる、平日なのに。え、これなんでこんな混んでるんだろう。では中行きまーす。桔梗屋結構でかい。これなんか見学ツアーとかありそうですね。何も調べてないけど、工場見学ありました、工場見学ありました。これなんか撮影できるかどうかわからないですけど、行ってきまーす。見れましたよ、すごい人。
しな。はい、あっという間に終わりましたね。今日は自由に見学できたという感じで良かったです。来て良かった。無料でこれ見れて、でこの後アウトレットがあるので、そちらで信玄餅安く購入できるのかな。ちょっと行ってみますね。これをやろうかなと思ったんですが、当日賞味期限なんだよな。当日そんな食わないからな、いらないな。って言っても当日に食わなくても食えるよね、きっとね。どうなんだろう。詰め放題の様子です。当日にこの量を食べないといけないみたいですね。これはきついな、食べれないな。今のアウトレットの方来たんですが、こちらもね安いんですけどね、期限がねすごい短いですね。超混んでます。結局普通の信玄餅を買いました。信玄棒って書いてあるけど信玄餅です。アウトレットの方は期限がね短すぎたのでさすがに買いませんでした。いやー楽しかったですね。思いのほか楽しかったんで、ぜひ機会がある方、信玄餅テーマパークかな、わかんないけど名前、行ってみてください。山梨の甲府の方にありますんで。では今日は帰ろうかな。皆様よかったら、ぜひチャンネル登録、高評価、概要欄からよろしくお願いします。ではまた次回の旅で、バイバイ。